アタランタ作戦、正式名称は、ソマリア欧州連合海軍部隊、ヨーロピアンユニオンネーバルフォースソマリア、略称、e、EU ネーブフォーアトランタは、欧州連合主導のソマリア沖の海賊対策のために実施されている軍事作戦。作戦名は、ギリシア神話のアタランテイにちなむ。主たる任務は4点で構成されが指定されている。また、この作戦は、 共通安全保障防衛政策の枠組みの中における欧州連合発の海軍作戦でもある。合同海軍護衛部隊の参加国は、ベルギー、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、ギリシャ、オランダ、スペイン及び、スウェーデンからなり、これ以外にもモンテネグロ、マルタ、アイルランド及び、フィンランドから本部要員を派遣している。 2009年2月27日に EU 非加盟国のノルウェーは同年8月頃にソマリア沖に軍艦一隻を派遣すると発表し同じく EU 非加盟国のウクライナも2009年11月20日に特殊部隊約30人を派遣すると伝えた欧州連合会場部隊本部は イギリスロンドン近郊ノースウッドに所在するイギリス軍のノースウッド司令部内の常設統合司令部に設けられている。相次ぐ海賊被害に対してソマリア暫定政府は海賊行為を防止するための措置を講じていたが実行は上がらず外国軍艦の領海内の侵入を許可した。しかし実際の場合、海賊がソマリア領海に入ると各国軍艦は 追跡を中断することを余儀なくされた。プントランド政府は、海賊対策により、前向きな姿勢で臨むこととなる。海賊被害の増大に対して2008年6月2日に、国際連合安全保障理事会決議1816が採択され、ソマリア暫定政府に協力する国家に対し6ヶ月間、領海内で、海賊行為に対する必要な措置を取ることが、 認められる。フランスはこの範囲をソマリア沖に限定せず、近年海賊被害が増加しつつある、西アフリカ周辺海域にも適用されることも、望んだが、ソマリア沖に限定すべきとして中華人民共和国、ベトナム及びリビアは拒否した。2009年6月15日に、欧州連合理事会での合意により、アタランタ作戦は1年間の活動延長が、認められる。 2012年3月、欧州連合理事会は、アタランタ作戦を2014年12月まで延長することを認める。2012年5月15日、欧州連合当局は、アタランタ作戦で、ソマリア海賊の平坦拠点を破壊したことを伝える。2008年12月から、参加各国軍はそれぞれに行動を開始する。 2009年1月2日作戦行動中のフランス軍艦は航行中の船舶に乗り込もうとしていたソマリア人8名を拘束した。2010年5月1日、ソマリア東を約楽450海里付近にて2隻のボートを伴った海賊の海上拠点をスウェーデンの航空機が発見し、翌朝にフランス海軍の L9014 トネールが出動しこれを強襲、破壊し容疑者11名を拘束する。第465任務部隊2010年9月時点における EU ネーブフォーへの参加状況。2009年11月時点における EU ネーブフォーへの参加状況。ありがとうございます。